j のりのレコメン大好きですすいません間違えましたレコメンゲストルームすいません気持ちが高ぶっちゃったんですよねいつもだこうレコメンゲストルームっていうところだったんですよねつい,ついっちゃいましたごめんなさいあ冷めてらっしゃいますありがとうございます <laughs> <laughs> さあここからはスペシャルゲストの登場でございますこの方ですはいキッコウユウでーす ここで大好きですっよ<き>ね、はい、ちょっと早かったですねきかちゃんの、はい、入ってるもおかしいですから、はい、入ってるのも恥ずかしくなっちゃいます、ね、<laughs> そうですね待ってください待ってくださいお久しぶりでございますお久しぶりですいつぶりでございますかもうあでもこの間なんか何かありましたよねあの違う場所であのあ<っ>ほらあのー キッカが違う番組で、そう、はい、になってる時にちょうどここで。あ、そうだ違う番組の時にお会いした。それこそ、れこそま、すれ違って軽く挨拶してそうですね。リッスンっていうね。はい、そうです。僕らのライバル、ライバル番組でございますけどもね。はい、の時にお会いした以来だから。うん、まるでそれだってもう1ヶ月以上、2ヶ月以上前ぐらいの。そうですね、覚えてはないんですけど。ってなると、僕は僕昨日のことに覚えてますけどね。うん、お久しぶりでございますけども。お久しぶりです。相変わらず綺麗ですね、本当に。前回に引き続きどうしたんですか あれ気が付いちゃいましたいや、あざとい。あざといで、明らか変じゃないですか。前回僕はね、スーツでね、僕がキカちゃんが大好きすぎて、スーツにね、赤いバラをさしてね、来て、何こいつって感じで、ちょいと惹かれた感じがしたじゃないですか。ちょっとノリ攻めすぎたなと思って、今回は柔道着で。どうですかどうしたんですか僕の勝負服です。これ やっぱりほらきっかちゃんも柔道大好きじゃないですかいやはい好きです,きですこれしかも今日全日本選手権という柔道のね、はい、大会があってきっと見てたと思ったから、はい、きっと今柔道着を着てる男子にキュンと来ちゃうんじゃねえかなっていうなるほどどうですかうんはい来ますね <laughs> もう嘘かなら嘘って言ってくださいいいんですよいや全然あまりいやなんか素晴らしいなと思ってこんな夜中に大変だなって大変だ <laughs> 僕の気持ちが少しでも伝えればいいなと思ってね。なるほど。いや、きっかちゃん今日実はね。あのもう、DJ のりときっかちゃんの共通点を。はい。探せってやつで。はい。あの、いろんなね、リスナーからメールが届いてるんですよ。あ、楽しみ。はい。で、もしですよ。うん。三つ。うん。もうリアルにガチで。はい。当たった場合。はい。これはもう、ま、その、デートですよね。えどうですかえ、二人だけですかもちろん。 <laughs> え違<れ>違いますよねそう話が違う,ですそうです、ね、さっきは言ってあっすいませんマネージャーさんもちろん、ね、マネージャーさん通してくださいあと、ね、ディレクターも怖いから来るって言ってる<あ> <laughs> のでそれは OK ですかご飯会はいやりましょうしかも割り勘大丈夫ですか 割りいやそこは僕はじゃあおごらしてもらいますけどじゃあ3つ揃ったら絶対にいいですよ行きましょういいですよねわ、はい、かりましたこれがゼンのりやる気出てきましたからがゼンやる気出てますまあでも,うだもうちょっと若干目がハートですもんやっぱり柔道着効果であじゃあただ疲れたら赤いだけなんですか <laughs> ちょっと赤いだけなんです、ね、てけ逆に疲れて,るのに来てもらってありがとうございまや <laughs> いやい違いますよでもちなみにさきかちゃんでさ、うん、前回のことで分かったんですけど結構男っぽい子なんですよね そうですね。ね。だいぶ。そこは僕学んだんですよ。はい。で、ちなみに好きな男性のタイプもう一度聞かせてもらっていいですかなんて答えましたっけいや、別に変わってれば変わってる。あ、本んですか好きな男性のタイプどんな柔道家が好きですかそうだな、強い人かな。強い柔道家が。強い、じゃ井上高生とかね。そうですね。ルフス刑事とか。うん。わかんないだったらわかんないでいいんですけど、ちなみに本当のタイプはどんな感じですかえ、なんだろうなぁ。え、でもキックがすごいわがままなんで、あの、 カバーしてくれる人とかですかね。<laughs> わがままってどのぐらいわがまま言いますちなみに。え、でもなんだろうかぐや姫みたいな感じで、そんなにいきなりなんか、うん、竜の鱗を持ってこいとか、そんなことはないですよね。<laughs> そんなことはないですけど。わがまま、うん、どんな感じなんですかね。どうなんですかね例えば、昨日までディズニーランド行こうってたくせに急に、やっぱあ、それあります。うわ、絶対これは待って。変わそタイプかでも、きっかちゃんだったらあれだな。うん、許しちゃうかもしんない。 僕は許しますね。あじゃあ大丈夫です。じゃあ大丈夫ですね。はい,い。顔的な外見は別に大丈夫ですか太ってても構わない。私は全然。来ましたよ。長生きするもんだ。<laughs> やりました。今日は勝負をかけに行きますから、私。はい。じゃあまずですね、えー、それじゃあ、きっかちゃんとノリの共通点を探したいと思います。えー、京都府ラジオネーム岡山邪啓からいただきました。好きな味噌汁の具は何はい。オッケー。早いね。い決まってる。決まった。へー、味噌汁は好きなの いや、普通なんですけど。普通だけども、もうこれだってなるんだよどっちかって言うと、はい。へえー、結構大変その味噌汁を、その、用意するのは。あー、でも、作るとしたら大変かもしんないですね。わかったいきますよいくぞー、うん、せーのでいきますよ。はい。せーの、あさりわかめの味噌汁なんて簡単じゃないえ、じゃあ、あれ、一回ふやかしてから。うん。でしょうん、でも、 そ難しいっす、あれ。嘘、アサリだったら一回砂抜かなきゃいけないとかさ。そんなことを考えたけど、ワカメワカメマジか、料理はするんですかいや、そんなしないんですけど、頑張ります、明日から。それはもう遠回しに僕のためにってことしますからね。はい、そうですね。うん。きかちゃんわかりやすいですね。本当にそう思ってる時と思ってない時の態度の差がすごいですね。あ、ほ、よく言われますね。大読みですもん。はい、そうですね。って、すごいです直します、明日から。それも僕のためにですよね。はい。いや、それもう さあし、折れない心、いきますよ。うん。え、千葉県ラジオネーム、えー、キスニャンコ15歳から出てきました。はい。これはありがたいよ。あ行で、どのひらがなが好きですかえ、あいうえおってことですよね、うん。そうですよね。これは5分の1だ。え、待ってあいうえおでしょあの、けち外しにくらやめてよ、その。<laughs> え、じゃあ、本当ですよね。ねえ。さあ、 待って。あ、味噌汁の具よりすごい考えるね。<laughs> うん、こっちの方が難しいですかこれ5分の1ですからね。<laughs> 待ってくださいよ。え、なんだろう、えー。ちなみに今ね、あ、えー、行のどのひらがなが一番好きか5分の1でございます。あ、い、うえ、おの。5つの中から。わかったきたはいはい、いただきましたよ。<お>それゃこれクイズを当てるわけじゃないんだもんね。うん。共通のね、 当たればいいだけですからね。はい。いきますよ。せーの、あやっあやだー当たっちゃったー当たっちゃいましたバタフライカモンちょっともっくさい。一個だって奇跡なんだから、なんでバタフライ流さないですか遅くない同時でしたもんね。うん、あが好きですか あ、あが一番使うかなと思って。ああとか。僕もそんな感じで、あって使うかなと思って。うん、やっぱ一番字の形からしても、あが一番男らしいんじゃないかなと思ったんで。なるほど。さあ、これあと二つですよ。うん。いよいよ。ほど遠いですね。ほど遠くないですよ。当てに行きますから、私。行きましょう。で、もし三つ当たっちゃった場合はご飯ですけど、はい。五つだった場合も結婚ですからね。<laughs> 結構飛びますね。飛びませんよ。五つですよ。いきなり答えて、あの、 共通の答えが出るってことは、もうそれだけ仲がいいってことですから。まあ,あそうですけど5つの時は結婚で。はい。ここまであからさまに嫌な空気出すでしょなかなかいませんから、ね。いやいや、本当に嬉しい限りです。よく言うわ。<laughs> よく言いますよ、本当に。行きましょう。楽しい。よーし。東京都世田谷区ラジオネーム肌並み。はい。1>, 1週間の中で。うん。何曜日が一番好きですか、うん、これは待って、7分の1か。はい、1> 早いね。はいはい。はい 何曜日だってお休みなんて決まってないでしょ決まってないです。決まってないよね。うん。で <laughs> くっそー。わかりました。行きましょう。これは男だ。こう、行きますよ。はい。せーの。日曜日金曜日あーイェーイ金曜日が好きなんですかはい。曲が好きなんです。あの、ケイリケイ、えっと、ケイティ・ペリーのフライデー、うん やみたいなバロニャーみたいなだから好きなんですちょっと歌ってみてくださいフライデーあらホン当に好きですか本当好きなんですけどやっぱ忘れちゃうもんですね忘れちゃうも聞けば好きなんですけどね金曜日か俺てっきり僕日曜日かなと思ってなんでですかあの丸ちゃんもやってるしサザエさんもやってるしみたいなああいや俺ここは7分の1だから当てときたかったわ次いきましょううん さあというわけでございまして一回僕の呼吸を整えるために一旦 CM でいって、はい、僕一回深呼吸しなきゃいけないというわけでございまして一旦 CM でーす。ののりのレコメン 大好きですあ、すいません、間違えました。文化放送からお送りしてます。DJ のレコメンですけどもね。引き続き、えー、吉川優ちゃんとお送りします。よろしくお願いします。お願いします。いや、もう CM の間話がわがい盛り上がっちゃって大変でしたね。そうですね。<laughs> というわけでございましてね。引き続き、吉川優ちゃんとの共通点を探して。はい。行きたいと思います。はい、3つ共通点が見つかった場合は、うん、えー、マネージャーさん含めて、ご飯に行けて。ご飯に行て。5つ揃っちゃった場合は、 結婚というわけでございましてね。よくこのルールを飲んでくれました、吉川さん。いや、大丈夫です。男の中の女でございます本当にこれね。さあ、というわけで、今のところ一つ。当たってますね。何でしたっけ一つ揃ったのが。なんだっけあ行、あ行。好きなあ行で一番好きなあ行が、あってなん何ですか好きな。好きな。共通点として4 0かとかわかんないけども、ルールはルールですルールですね。しょうがないですよ。さあ、続いていきましょう。 はい大阪府18歳、ラジオネームブラウンママ。はい。来ましたよ自分の好きな食べ物を先に食べますかそれとも後に残して食べますかはい。来た俺なんとなく今イメージついたな。いきますよ。うん、せーの、先やったー <laughs> <laughs> 神様ー <laughs> や ください今手が震えてますちょっと待ってください落ち着け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 よっしゃあかくなってきた大丈夫どうしたんですかなんかジンマ症みたいなちょっと体に嬉しくてでしょ違う違うかゆいそうですかいいかゆい痛いもしあれだったらさもし寒いだったら僕上着の柔道で上着の柔道着脱ぎましょうか大丈夫大丈夫ですかよしよし来たぞこちらあのどんなに体が痒くなってもうん。 続きていきますよ。はい,はい。はい、いきます。大阪府ラジオネーム、キモショー。鍋と聞いて思い浮かぶのは何鍋オッケー。ちょっと待って、これ多いな、多いな。ちょっと待ってくださいよ。9。9、えー。8。<laughs> 5。4。3。2。1。1> ーせーの。ーマートーマート色は近かった。色近かったですよね。トマトでしょ。 キムチでしょ。え、これ半、半三角 ?0.5 もらえるこれ。イエーイ。<laughs> キムチ鍋うん。俺さ、一回頭に浮かんだの。はい。でも、ベタすぎんだろうと思って、一回外したんですよ。あ、やっぱ、もつ鍋だ,だから、やっぱ、もつ鍋でも、結果俺、<laughs> うん、その豆乳、豆乳のトマト。はなるほど。これ食べたら美味しかったんで、うん。そういう系で来るなと思ったんだけど、もつ鍋が好きもつ鍋好き。 ああ確かに言われてみれば女子持つ好きみたいな感じするもんね。うん、うわ、これはケアリスミスしましたね、僕ね。うん、これは痛いな気を取り直していきましょう。はい。えー、こちら、自分の好きな食べ物を先に食べますかそれとも後に食べますかいきますかあれ気がつきましたね、やっぱり。でも <laughs> <laughs> 気がつきましたよね。<laughs> それさっきやりました、ね。でも気がつきましたよね。うん、ちっくしょう。ひきょうなんて使えないな、今日。<laughs> えー、茨城県ラジオでもデメキングでもこれいいの来ましたはい。 生まれ変わったら、はい。男子と女子、どっちがいいですかはい、OK です。ちょっと待ってくださいよ。これは難しいぞ。これ難しい。ちょっと時間もらっていいですかはい。その、なんか、今、趣味って何ですか趣味ですかうん。あ、なんだろうな。誇りこ、取ること。え誇り。 お部屋って、あっ、びっくりした、ほこりね。ん。何言ってるか全然わからなかった、あっ、ほこり、お部屋の汚れのほこり。はい。あれ、よく出るんですよ。僕、よく家で出すんですよ。これ、偶然が偶然呼んじゃいましたけど、そうです。掃除が好きなんだいや、好きではないですけど、やっぱ気になっちゃいます。でもね、今、ちょっと女の子っぽいとこじゃないですか、掃除が好きみたいな感じって。できっかちゃん、男っぽい性格してるんじゃないですか。これ、どっちだろう ?10。え ぐっ。よし、じゃあ行こうはい。行きますよ。せーの、男,男あー、やった <laughs> これ何問まで続けんだろう、うこれ。もうそろそろ当たっちゃいそうな公演は。女が男か男。やっぱそうなんだ。 なんで一回そういうさ、誇り取ることみたいなこと言ったんですかサッカーとか言われたら俺、うおと思ったんですけど、誇り取るなんてすげえ女の子っぽいじゃないですか。そうですよ。いやでも男の子になりたいんだ。ね、なんかやっぱ女って色々大変なんですよね。体の面にしても、精神面にしても女って本当強いんです。はい。はい。だから、男になりたい。弱い男になりたいみたいな。え、男はなんか楽かなって。楽よく言いだな。 何もわかってないですよきっかん男も大変ですよ大変なんですけど、うん、強い女から見たら、うんうん、そうなんです男ってなんかいいなって思うんですよ男になってまず何したいですか、うん、喧嘩してみたいわおす,すごいね、うん、すごいねあそう僕喧嘩とか絶対したくないと思って人生歩んできたんですけど喧嘩してみたいんだうん、うん、うわちょっとかっこいいですねなんかそうペイとかになってみたい なるほどね。きっかちゃん、ついついそうやって、きっかちゃんの話で、僕ね、あの、なんつうんですかね、この質問する時間をなくしてしまうとう作戦に今気がついたんで、どんどん言っていいですか <laughs> はいはい。その話聞いてると、どんどん質問する時間がなくなっちゃうんで、じゃあ続いていきます。どうぞ。うわ東京都北区、ラジ,、えー、ラジオネーム、ゆかちゃん。はい。あ、ゆかちゃんからいただきました。好きな色は何ですか これちょっと難しい。広いよね。<laughs> ちなみに今日のその服装の中に入ってます好きな色。これ赤と黒しかないですからね<ー>今日ね。入ってないですかまあ、入ってるって言ったら入ってるけど、ね。ええー、入ってないよく、よく見たら、いや、よくね、やらしい目で見たら白も入ってんじゃないですか。うーん。<れ>え、難しいな。緑もちょっと軽く入ってないですか大丈夫ですか入ってないですよ。ほんとですかじゃ待ってくださいよ。え、ちょっとどうしよう。これ入ってないっていうとこかな。2個あるんですけど、好きな色が。<laughs> ええー。 二個あるんですけど、一個は本当に赤です。今日着てる赤なんですけど、赤,赤やめときます。赤やめときますか。はい。もう一個の方。どんだけ素直なんですかすごいっすね。わかりました。<laughs> え、待ってください。ごなんで俺が今追い詰めたんだろうなんで、なんで俺が追い詰めんだろうね。どうぞどうぞどうぞ。決まったうん。いきますよー。えー、好きな色は青黄色あーちょっと黄色なんて可愛いじゃん、ちょっと。 はい。黄色好きなの好きっていうか、うん、あの、キッカーのカラーって言うんですかあ<ー>それが黄色と赤。うーわーバカやっちゃったよこれもう一回やっていい <laughs> もう一回ダメダメです。もう一回ダメはい。うわ、そっかー。う、やべ、急がないと。いきますよ。あ <laughs> し、これいこう。大阪府18歳、ラジオネーム、えー、畜安粋亭からいただきました。はい。幽霊を信じる信じない。 えこれ分かっちゃうんじゃないかないや、これ、これ難しいな。いきます次のバタフライの用意だけお願いします。いきますよ。ダメだよせーの、信じない見たくて信じてるのうん。なんでいや、信じますよ。なんでいや、なんでも。マジでじゃもうこれいきます。マジで、どっち、か、素直ですからね。それだけ覚えておいてくださいね。素直うん。 俺、素直って、今、こう、面と向かって言われたじゃないですか。うん、心臓のバクバクは止まんないんですけえ、茨城県ラジオネーム、デメキング。はい。麺料理といえば、せーの、えー、パけ <laughs> 次次次すいません。えー、続いて、徳島県ラジオネーム、えー、矢島根性。エビフライの尻尾は食べる派、それとも食べない派。これは来たぞ。せーの、食べ,食べる <laughs> <laughs> もう <laughs> <laughs> こんなに合わないことってありますか二分の一でむしろ奇跡じゃないそうですね。こんなに合わない人もおりいたはい。いるんだ。よかった。じゃ安心した。えー、埼玉県赤字市。よっしゃ犬派ですか猫派ですか素直ですよ、きっか素直ですよ。うん、せーの。<犬>猫わ <laughs> <laughs> かってますね。神がかってるよ。神がかってますよ。えー、東京都ラジオネーム、カモさん。 えー、きっかちゃんと DJ のりが二人で出かけるとしたら、山か海か。うん、さあ、山か海。いよいよ来ましたか。皆さんお待たせしました。いきます。っ <laughs> <ん>せーの海,海ーありがとうございます <laughs> やっちゃったいやーはしらかなさんお待たせしました。生歌ですからね。 生歌で言でな生歌じゃないです生歌じゃないですあっそうですね絶対ですからねいやいつか本当にいつかじゃないです今月中ですいやいつかやりましょうあのまだきかカは今リリースタイミングですごく忙しいのでわかりましたそれが終わってから打ち上げかなんかでねわかりました打ち上げかなんかで呼んでさあまだ行きましあと2つで結婚でしょあと2つで結婚もう結婚に関しては忙しいもくそもないですもんねそうですもんねあんなのドンんドンんってさ よっちょびだけですもんね。じゃあ、はい、メールお願いします。急いでください急いでくださいもう北本先生遅い遅い <laughs> こっちは結婚かかってんすから。ちょ、えー、あの、すみません。うちのマネージャーもしいたら、親に電話してください。ちょっと。<laughs> <laughs> すぐ千葉に、あの、東京に来てくれっって。ですえー、徳島県17歳、矢島根性。うん、臭いものといえば何 <laughs> これが難しいなぁ。素直だもんね。待って、臭いもの臭いもの。臭いものですよ。臭いもの。うん。 絶対素直だもんね、うん、きっかちゃんはねいきますせーの生ゴミそうだよね俺だっていや俺だってアイドルの前でうんこなんて言いたくなかったけども <laughs> きっかちゃんが素直って言うから、うん、きっかちゃんが生ゴミみたいな匂いのするうんこ、うん、で僕がうんこだからこれよ正解ってことでよろしいですか違いますね <laughs> どう,うですかチきしょうあと2枚パーフェクトに狙うしかないかうん、あいん じゃあ、こちらですね。東京都ラジオネーム、えラのらしおんからいただきました。え、丼物の定番といえばね。え、丼丼丼あ、オッケーオッケーオッケー。丼ぶり物ね。はい。いっぱいありますよね。定番です。定番。いいですかせーの。海鮮丼ああそっちかお寿司大好き。お寿司大好き。海鮮丼が好きなんだ。好き。泣きのもう一枚。 はい、どうぞ。4つだったら、ま、結婚の手前だから付き合う。離婚離婚おかしいでしょ。なんで結婚する前に離婚してるんですかちょっと面白いじゃん、今の。え、千葉県ラジオネーム、強化はい。肉派ですかあ、牛肉派ですか豚肉派ですかえ、どっちもない。どっちもない。うん。あ、でも、どっちかって言うなら。はい、いや、せーの。豚あ、間違えあ、ごめんなさい。僕今、リアルに当てに行きすぎて、言えなかった。体が動かなかったよ。 さあ、というわけでございましてね。あ、これもどうしても聞きたい。泣きの一枚。徳島県ラジオネーム、矢島根性。はい、酢豚に入っているパイナップル、アリ派それともナシ派、はい、ときました。はい、せーの、アリ<梨> <laughs> もうダメだもうだ <laughs> ちくしょう、今日俺咲いてなかったな どうしますこういう大事な時に、冴えてない男どう思います、うん、いや、素晴らしいと思います。どういうことどういう意味 <laughs> いや、本当に、それが人生なんだななるほどね。はい。ちっ、ほっとしてる顔が許しませんけども。うん、まあ今日は三、三つ正解って、正解じゃないよね。共通点があるってことで、マネージャーさんを含めてご飯に食べに行くということで。はい、いつか。いつかね。はい。いつか。今度とお化けには僕会ったことないから。<laughs> <laughs> <laughs> さあそんな吉かちゃんはい、えー、素敵なお知らせがあるってことで教えてもらっていいですかはいそうなんですな、ね、んと4月の24日に金香はうのセカンドオリジナルアルバム「TOYOU、はい」to you をリリースしました聞いてくださいぜひ、ね、<非>これを待ってましたよノリこんなノリに参入り仕入れを、はい、これまたダブっちゃったなでもしょうがないですもんね自分で買っちゃったから ね、本当ですか当たり前じゃないですか。これが愛って言うんですよ。うん、<laughs> それとプラス、同じ日にミュージックビデオ、<laughs> プリックスボリューム1みたいなやつを、はい、ミュージックビデオクリップ集っていうのを出したんですけど、うん、そちらも、はい。逆に聞いていいですか、うん、僕それ買っていいですか まだ買ってないんですかまだ買って、まだ買ってい。つ買うんですか今でしょおかしいでしょなんで今で急に、林先生みたいな。そうそうそう。どこでそんな振り覚えたんすきかちゃん。いやいやいや、大好き。何が大好きあ、林先生がね。どうでもいいですよ。あと、大事なのは、ここから5月入ってから5月1日は何の日でしょう。もうきっかちゃんの日ですよ。言ってみればね。きッかの誕生日。正解。はい。そう。そして、誕生日の日になんと、セカンド写真集、U21 が出るんですよ。 いやーこれは嬉しい。はい。誰に俺言えばいいんですかねありがとうございます、本当に。あ、うちのお母さんに言ってください。そうですよね。はい、産んでくれてね。ありがとうございます。育ててくれてですから。もう、際どいやつがいっぱい乗ってるんですかそうですね。いろいろと乗させてもらってます。<laughs> うわ、早くなんねえかな、5月1日に。そう。わかりました。それも買っていいですかねあ、ぜひ、もう。 いつ買えばいいですかね今でしょいや、まだ発売されてないでしょなんてね、楽しいですね。そう。そしてですね、5月の11日には、なんと、あの、私のデビュー2周年と、あと、その21歳のバースデーのイベントっていうんですかね、その、イベント記念すべきイベントが、ちょっと光が丘の方で、今ホールというところで、 やられるんですけどいつくるんですか今でしょやってねやってないですよはっは3日ですよねだ <laughs> 月11月ですちょっとお互いがお互い恥ずかしが止めませんよ <laughs> お互いがやっといてねそうです月11日5月11日5月11日わかりましたデビューの日ですちょうどいやいい日じゃないですかね土曜日だ土曜日こりゃいけるぞ11日わかりましたありがとうございますはい。 じゃあ、というわけでよろしいですか大丈夫です。次いつ来てくれますもう早い話でちょっと。いや、本当に、そうですね。暇さえあれば、ちょくちょく。そうです。まあね、ちょっとリリースしたばっかりだからね。はい。また近いうちに絶対来てくださいよ。いきますよ。で、次は、あの、一択で。ね。<laughs> はいまたこ、共通点探してね。一回正解したらもう結婚にしましょうね。はい。はい、わかりました。<laughs> そんな回来ていたいさあ、じゃあ最後ですね。えー、素敵な曲紹介をしてもらってお別れなんですけども。 はい。曲紹介よろしいですかそうですね。キカは言うの4月の24日に発売したアルバム 2U、うん、の中から、キカが一番好きな曲で 2B、うん、聴いてください。あいました。キカちゃんキカどうもありがとうございました。ありがとうございました。